はい、母さんチャンネルです。今日は富士スピードウェイに来てて、アルファのイベント LSS っていうイベントあるんですけど、それに来てて、でフィアットアバルトのイベントも同日開催ってことでね、このパドックの前でフィアットアバルト勢ぞろいしてます。かっこいい、かっこかわいいね。すごい、なんか色が本当に多様だよね。いっぱいいろんな色があって楽しみが増えるっていう感じだよね。オーナーさんもどの色にしようかっていう感じで、しかもなんかオーナーさんの好みとかが出るんだろうか、こうちょこっとずつこうモディファイしたりとかカスタムしたりとかしてて楽しいよね。こんなちっちゃい車だけどなんかすごいてんこ盛りな感じがする。めっちゃかっこいい。判明。かっこいい。すごい数のアバルト。こっち側も止まってんの、ほら。すごくない？向こうもアバルト。すごいね。こんなにたくさん集まってるんだ。すごいすごい。かっこいいステッカー。なんかちょこっとしたカスタムでもなんか可愛さとかかっこよさがなんかすごい。これなんかね、ラインとかステッカーとかなんかこうチャームポイントになるよね。みんなやっぱり手入れてるんだね。124スパイダー、アバルトスパイダー。まあ こっちもいいんだけど、でもやっぱこっちに目がいくな俺。かっこかわいい、かっこかわいすぎだよ。もうフィアットもガソリン車、あこれもう廃盤になっちゃうんだっけ。アバルトも作んないんだよね、フィアット。フィアット、チンク、もう、生産終了になっちゃうっていうし。僕のね、好みで言うとね、チンクもね、こう、素で乗りたいなって感じがするね。とは言いつつ、なんかやっちゃうのかもしれないけど。おぉ、すごい。すごい。なんか端っこが見えない。すごいね、この数。595695。すごい。見てこれ。展示場、ヤードみたいだね。すごいね。アバルトのケツ。かっちょいい。かっちょかわいいわ、やっぱ。まあ、フィアットチンクとかをジジイになったらなんか足代わりに乗りたいなってなんかそんな気持ちになりますね。みんな本当に思い思いにカスタムしてるんだね。ちょこちょこっと色がいっぱいあるっていいね。でも、怒ってる。かっちょいい。みんな同じかのはずなんだけど違うんだよな、なんか近く見えるんだよな。もう完全に同じってわけじゃないんだろうけど、でもなんか本当に一台一台個性が出てるよね。オーナーさんの思いがこうね、車のカスタムとかモディファイににじみ出てきてるだろうね。なるほどですね。すごい。
これアバルトだけかな。チープとかは向こう側にいるんだろうか。アバルトってこんなにたくさんみんなあれなんだ持ってる。日本にこんなにたくさんあるんだ。まあ道理でよく見るわけだよな。逆に本当にスノーチンクとかの方が逆に目立つかもしれないね。アバルトなんだね、うん、あれ今日アバルトのイベントなのかな。フィアットアバルト、なんか他のとこにチンクは集まってるんだろうか、よくわからないです。これはすごい数だね。しかしこんなにほらこんなにいっぱい集まってるよ。すごくない？48番、すごいね。アバルトのオーナーさんがパドック前に集まってる。すごい、見渡す限り59番、こんなに集まってる。あ、雨がすごい。雨が降ってきた、またちょっと雨が強くなっちゃったんですけど、雨が強いちょっと俺傘がないんですよ。傘、さっきの風で壊れちゃって、まあ、こんな感じでアバルトをフィア、アバルトのあれかな、このフィアット、アバルトのよくわかんないけど、まあともかくすごい数の車が集まってます。皆さん楽しみられたでしょうか。というわけで今日はアルファじゃなくて、アバルトですけど、まあ、フィアットアバルトかもしれないけど、今日はね、ちょっとアルファじゃないけど同じフィアットアバルトってことで、皆さん楽しまれたでしょうか。ちょっと天気悪くてね、残念ですけど、今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。